オールナイト大阪、今週も始まったということで、加藤武志、出せなくてすいません。申し訳ございません。僕らで。どうぞ、とりあえず。すみません、ほんまに早めでごめんなさい。20分ぐらいはるかにかぶっとこうかな。誰あのそれは正解です。左から2番目の誰もう正解。乾杯まだしないのに、まあ、でも何週も続くとやっぱ一番ネックっていうからな、企画がね。まあまあそう、まあまあ、何につけて乾杯しよう。とりあえず乾杯しようや。乾杯しよう。まだ乾杯してないのにって言われたらごめんなさい、先走ってて終わってるな。お金ってやったね。混ぜる混ぜる、それはそれあかんやつ。やばい、イエーイ。みんなも、みんなもやばい。ちょっとオールのあれ出していい、また次の週ぐらいから、はい、あの何を罰ゲームできないやつ。罰ゲーム、ちょっと罰ゲーム喜んでするっすけどね。罰ゲームなら全身もじもじ組んでてるみたいな。そう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 。あ、なるほどね。ちょっともう多分もう5週ぐらいしてるから、うん、まあまあいける人も。え、でもそれって結構切り札じゃないよ。いや、もうないもん。もうないもん。ないの。あ、でもやっぱなんか初めて見る子も多分多いって聞くんで、そう、いや、もうぶっ飛んでる方が多分面白いです。インパクトは、ね、だって YouTuber とかもだってな、ちょっとインパクトある方が。そうですね。もう今キツガイブームですよ。そうやな。脱いだらちょっといいか。捕まらん、捕まらん。いやいや、もうよ、なんでもいける、なんでもいける。いきなり、なんか画面ブツンとか来ね。大丈夫、でもそう、さっきのアップドンとかも僕すごい好きな、個人的にはね。あ、ほんま、よかった。ああいうのがすごい好きなんですよ。次、はるかが肛門出すぐらい。次の CM 楽しみにしてね。 CM 明けに誰が出すか。はよ、CM 行か。どこの部分でしょ、みたいな。 CM5 回ぐらいやるやつ。で、その CM もコストの肛門、店の名前言うとけ、ずっと。で、ちょっと白怒られる。次、僕、それやって公然わいせつですか。おもろいですね。すごいおもろかった。一人。あ、こいつガラケーなんですよ。違うけど。だから、この、はるかのこの番号が、ID が番号ってことやろ。 ID が番号です。僕、LINE やってないんで。 LINE、まあ、やってんねんけど。やってないんで。やってないんで。ショートメール送ってください。はい、お願いします。今日何か、まあ、言うたら30分しかないから、なんかこれやってとかあったらね。僕らもこの寄せ集め軍なんで。寄せ集め、そうやねんね。僕2分前に出てって言われて、うん、あ、いや、一緒一緒、騙されたもん。俺騙走ってきたんだよ。これお前、お前しかおらんねんって2人に言ったから。ホストしてるから。行ったら2人もおった。昭和の人だねとか言われてんねんけど俺。なんなんで昭和の人だね。あ、そうそう、昭和だよ。平成やもん、俺の2人、うん。今日のメンバーは何のメンバー？寄せ集めっす。寄せ集め、寄せ集めメンバー。ちゃんこ食べみたいな。ちゃんこ食べみたいな。寄せ集め、ええ出したね、ええ出したね。
り仲良くないの多分もうスマホ欲しくないのもうほんまにスマホ欲しくないのか欲しくないらしいですお母さんが許してくれる音源6000しな制限だけで6000しなリミット制限ほんま門限破ってるかいもつ鍋が良かったな鍋の白いなでもいやでもこういうそのコメント側も頭おかしいぐらいの方が笑えるうん、そうやねなんだちゃんこ鍋かでめっちゃガッカッカもういいよ、キムチ鍋俺もキムチがいい俺もキムチもつ鍋が良かったの後になんだちゃんこ鍋かはちょっと長いもう尺取れてるから尺は取れてるからスマホゲームしないのってテトリスぐらいしかやってるとこ見たことないガラケー、ガラケーじゃありき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 ゲームやな、ほんまに話しかあるけどテトリス僕めっちゃ強いんですよ今からテトリスの話なんです今から終わるまで多分テトリス頑張ってるからです話変えていい、はい、多分盛り上がるからテトリスの話この前はエシリトリしたからエシリトリは意外と良かったからまた今度しよう良かったって思ったのお前ぐらいやけどね違う俺じゃない俺じゃないそうしゃいに先輩っすか先輩っすか一番上やけどまあええかあとはちょっと次、ダサいもんコーデってうわ、任せてほしいダサいコーデ任せてほしいダサいやつがダサいの私服に興味ないやつってことでしょう一番入れない一番入れないこの後ろのカーテンとかでもいいですね全裸よ全裸でなで、最悪それは最下位はその週末、金曜と土曜それで営業あなるほど最悪これ最悪これになるってことほんならちょっとできるだけ遠くみんな通してもらおうみんな遠回しでお願いしますほんまにエシリトリ好評っすねエシリトリもうええってその過去の英語にしがむな豚お前悪口ひどいなでまあ次はあと何がいいかなまあそれとだ罰ゲーム消したい決め台詞やって本気の決め台詞本気の決め台詞甘い言葉ってことかな甘い言葉ね甘い言葉甘い言葉本気でこうでしてて僕これ週末これ巻いとったらやばいでしょ最悪なあんまり気にはしないですけど目立ちたいんであんまり気にはしないだから営業もこのままやしなんなら1週間ぶっ通すシチュエーションバトルあシチュエーションバトルねあのなんかキスマイがやってるようなやつかななんかああなるほどなあはいなんかないっすかなんかあるあるあるキスマイブサイクみたいなあそう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 全部ブスやけど確かに多分すごいブイング来そうなんでやめときますいや危ない危ない危ない撤回しますやめとこやめとこだからそういうのもありやね誰が女役ってこれや嫌やわ嫌やわこれやこれちょっと拾ってくれ一回拾ってくれこいつとシチュエーションなることないもん胸元胸元今日なんか胸元ちょっと開けるから優が女役今日なんかやる優いないよあいつオカマ役なんであいつオカマ役なんであいつオカマ役中間なちょっとあいつと早くまあでも名前が出てくるってことはオールスタでは知ってるなこれは知ってるやつ人間の可能性もあるさあるな人間の可能性もあるんでやとしたら優は3つけるとりあえずまあ間違いない従業員やった場合な従業員やった場合やったよ優じゃなくて優がかもしれんねん優がが女役あいつやったら結構ハマり役やあいつはハマり役優が女役やったらすごいシュールになるけど優が知ってるってことはもうほぼやまあ確かにね俺の従業員ですよ知らないと思う僕も知らないあんま知らない7の決め台詞まで3321まあ思わないでしょやっぱ思わないでしょ言うても甘いって言うちょっとだから甘い言葉を言えばいいでしょいちごミルクとかなあそうですチョコレートチョコレートチョコレートパンだったらいちごチョコレートいちごダイフとか言うあれ面白いですよねフォンダンショコラなんでやらんのほらめちゃめちゃ怒ってるでしょやろうよ言われてるから多分同じやつがずっとやってるじゃあシチュエーションちょうだいいつ言うかねいつ言うか誰に言うかやあそのしかも相手これですからねマジか俺お前と嫌やろ待ってるグイ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 びっくりした今気持ち悪い寒気発したなほんまにびっくりするから寒気発したな言われたい言葉あだからその言われたい言葉をパッて言ったらそれをこいつが言うみたいなあこいつあれですこの大先輩が言う好きなことデートして別れ際の一言気ぃつけて借り合いがあんのまあまあやってもらえばいいからまあごめん俺も今それしかないまた明日また明日ぐらいしかない気ぃついたら連絡してるか
それはだから葵ちゃんが女役でやって奈々さんが言うみたいな。ああ、じゃあ決まったら言ってください。うん、それは侍普通に喋る。いや、まあもう言ってください。実尺長いんで、ここで決めるって気持ちで。そうやな、葵ちゃんとデートしとって、うん、別れ際に何か言うみたいな。じゃあ行きましょうか。行きましょう、うん、はい。それでは奈々さんの甘い言葉まで3322111。また明日、壁ドン。いちごミルクやら、そこはボンゲ。いやいやいや、それはあかんよ。いやな、俺後輩のやつパクるし、滑るし。しかもなんかすごい手締めとったし、今手めっちゃ締めとったし、ほんまびっくりしたわ、ほんま手汗やばい。まだはいちごミルクでしょ。あかんよ。ごめん、行こうと思ったけど、ハヤトのやつ。聞こえなかったらしい。もういい、もういい、もう長い、もう長い、もう長い、やめようぜ、もうやめようぜ。照れやかよって。照れやかは。でも女の子嬉しいんかな。いや、キュンとするって、でも好きな人やったら別に何でもいいじゃん。何でもいいじゃん。キツネうどんとかでも多分キュンってするでしょ。やめよ。どっちか辛いこと。どっちか白ごとちょっとあったかくあっさり。いや、だからターゲット絞ったりとかしたいな。これ考えとったら野球とかやったら野球だけ喋る。あ、その会話ってことですか。会話。ああ、そういうことね。野球知らないと全く思わないで。まあでも最近野球好きな女子って多いらしいからね。相撲が今、まあなんか来てるらしいな。マジで分からんわ。相撲シーズンらしいですよ。相撲女子、若い子めっちゃ見に行くらしいんでね。何がいいんやろね、もう。やめろ、この話。まだ拾いようとしたら俺が悪だろ。ちょっと野球はしたいね、マジで。野球の話、ここで決めるセリフまで。なんでなんで、お前すごい拾ったな。うん、なんかお前女役や。どのタイミングで使うの。告白だよ、告白。あ、そういうことね。告白しよう。なんか関西でもっと面白いのかと期待してた。多分こいつ関西。残念でしょ。多分こいつ関西。しゃあないな。野球女子ならキュンキュンさせられる。下ネタしかねえ。まあ、あれやな、ほんまに。今下ネタしかねえ。俺のバットぐらい。下ネタしかねえ。俺のバットでホームランをみたいな感じでしょ。あ、消えちゃった。画面消えた。終わり。バイバイ。はい、消えたわ。おう。大阪の面白さって難しいですよね。別に大阪人やから面白いっていう定義はないですから。ない。壺にはまるかはまらへんかやからね。うん。まだ大阪人じゃないしな。うん。やめて。しかもまだ、お前だけの4人中。まさかの。が一番喋ってる。意味わからんめっちゃ頑張るよ。何人って日本人じゃん。ボケ。お前はすぐ、お前だけじゃ出ちゃうやから、ほんまにもお前の中に 2% で取った。2% ですか。日本人じゃないやつもうちの店におるんでね。一応パキスタン人もおるんですけどね。3回5ぐらいですか。俺のバットでキュンキュンしない。そりゃそうでしょ。しない。下ネタしか出えへんね、野球は。どんなスポーツ好きな女の子。でもやっぱ野球サッカーが多いじゃん。うん、女の子。うん、あれ格闘技好きな子多いよね。うん、あ、多いね。女の子で格闘技。え、好きな子おらんすか。おるか。藤原紀香。藤原紀香戦ってる男がめっちゃ好きみたいな。ああ、藤原紀香。ああ、できたてのもか。見とるっすか。違う、やめて。もういいよ、ごめん。出した俺が悪い。猿かと思ってた。あ、まあまあまあ、お前も、まあまあ、お前もって言いそうじゃない。基本みんなのセンサーされやん。みんなあながち間違ってはない。あながち間違ってはないですけど。大阪人、面白さ期待するよ、関東人は。まあまあ、それはそうでしょうね。あ、な、うん。女の子にはどんなスポーツしてたらいいなってなる。うわ、難しい。テニス。なんで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 。え、ちょっと微妙に聞こえんかったけど、今。テニス。あ、テニスって言った。あ、テニス。いや、こいつは俺のバストの方言ってるからな、俺。引っ張りすぎでしょ。また関東、関西人が言われる。それはまた怒られるな。チアガール。バスケとかもか。まあ、まあ、テニス、ええな。チアガール。チア、あ、チアガールあるやね。うん。スポーツやってる、まあまあ、スポーツやってるよりも、マネージャーとかの方がちょっとグッとは。ああ、確かにね。ユニフォームが可愛いスポーツはいいじゃん。だからテニスとかでしょ。そうやな、うん、じゃあチアリーダーやろ。チアリーダー、チアリーダー、まあまあまあ、あれちゃう、あれは高校野球でやっぱよう見えます、ね。うん、そうやな、うん、バドミントンはダメ。まあまあ、ギリアリ。俺、ギリアリ、ギリアリ、俺全然あり。なんならあの、オグシオ好きやったもん俺。バドン、バドミントンの。あー、オリンピック出たやん。オグシオのどっちか。もうそれ、オグシオが好きやったやろ。
可愛かった、うん、どっちかやろ、どっちか分からんねこの名前も、うん、まあ確かにね、だからその子が普通の服着とったらあれ違うなってなる場合もあるからね。そうそう、歯医者さんとかでようあるやつな、うん、あ、分かってます、うん、はい、毎回 CM ということで、はるかの肛門まで。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。錯覚するんですよ。髪の毛乾かし終わったらやっぱブスなんですよ。え、俺濡れてるわ。なるほどな。逆やわ俺。なんだろうね。
濡れてる時ブス、上髪が上髪のめっちゃブスいいんじゃないの。なんか自分の毛長すぎてびっくりする。ちょっと過ぎた時コーヒーコスプレないよ。一時あったけどヤバすぎてキモいって。ここまであったの。エクステつけとったの俺一回80。みんな何歳でも。もうええや、年前。年前か。年前か。調べてもらいました。大阪のおすすめ観光スポットベスト3。あ、行こう。ああ、なるほどな。でも、ある人によって、人によってチャンスよね。お前、チビスケやろ。ああ、でもチビスケは押す。チビスケはもう全力で押す。チビスケは居酒屋なの。居酒屋。そう待ちで。ベストバース。朝10時から昼1時までのチビスケ、一番押す。大阪のどこやろな。まあユニバとかそういうのはね、まあまあ、まあ、天板の人ね、大阪人じゃない人が知らんとこ、うん、美味しいご飯屋さんに、あ、美味しいご飯屋さん行くじゃん、美味しいご飯屋さん、うん、むずいですね、ご飯屋さんとか、まあ、チビスケやなもうチビスケやもうええ俺大阪って言ってあ、俺は全然やめといた、やめといた、やめとき、やめとき全然隠れた名所的な、隠れてない、チビスケは居酒屋です、居酒屋です居酒屋俺の横にある居酒屋グリコとかもだって写真撮るだけでしょ、うんうん、まあ名所っちゃ名所ですけど、あいつらも進化してるの知ってるんですか、今あの、はい、電気なんて知ってる、今まで看板だけやったのに今走ってるみたいになったよね、ライトとかすごい、ね、ああ走ってんの、グリコやったっけ、 LED を取り入れたんですよ、すごいよなあれ、グリコやったっけ、あやさんはるかやったの一時、帰りやん、いや、ちょっと今ので、ね、俺、エイプリルフルってやっちゃうで、ちゃうで、もういい、もういい、変わってた、嘘つき、違うな、じゃあ、ただの嘘つき、あの時の女、ちゃうで、ごめん、やけどした、やけどしたわ、たこ焼き屋さんとか行く、大阪らしく、ないわ、どこでも美味しいたこ焼き、俺、結構食う推しやねんけどね、あ、好きですね、これ、アメ村の甲賀流、甲賀流な、うまいですね。理由はか、揚げだこ、揚げだこってどこですか、揚げだこあれでしょ、銀だこでしょ、関東は全部銀だこじゃないから、大阪以外で全店であるの多分銀だこだけやと思う、あ、千日前じゃないわ、あ、このかや、代官山でもあった、銀だこはでも、ほんまに関東、うん、それしか知らんのちゃいます、だからもうそのちょっとおしゃれ感出してきたっすね、今、代官山ね、代官山、うん、カリッとしてない、あ、外はカリやけど、中は結構半生いいよな、冷めても美味しいし大阪のたこ焼きは大体そうやもんね、うんうん、だから逆に大阪に銀だこあんまないですもんね、あんまない、うん、俺銀だこちょっと与えとったし、回しもの空気、回しもの もうやめてるし一時やし、だからたこ焼き作るのはうまい、やっぱ男の子って未練がましいですね、なんか昔働いてたから押すみたいな、あ、だから V で語りながら受けながら小さいロン毛の茶髪ネットでウーロン茶って言われて悪口どうなんだここぞとバカだよ、悪口って言うそういうチェーン、銀だこな、あ、なるほど、ごめんな、たこ焼きの話、あ、言ったら時差あんねやろな、たぶん、あやさん、はずかしてなって、あやさん、やってたよ、ほら、グリコ、あやさん、やってたよ、あやさん、たこ焼き見せんでいい、なんで、あげたこ、あげたこ、2個入りやろ、そう、下ネタやろ、全部で10個入りやけど、1時間1000円安いんだ2個だけ大きい5人のグリコまで3人ほんまに出したら捕まってまうわ、グリコはグリコはこれやからあっちはこれやからいや一人だけたこ焼きやめてよ、お前も頭に残ってたじゃあ、はるかのグリコ根っからの大阪人やと思うまた次はグリコが肛門か、一回 CM 振るからグリコが肛門かどっちか、ね、更新したら更新したら肛門出したら肛門の方が絶対受けいいたこ焼き作れる、あ、作れる、大阪じゃない、たこ焼き作れるっていうのは別に下手なりに誰でも作れるから、うん、家にある更新しようかな、僕でも粉から作れるんですよ、粉からってどういうこと、寝るんですか、寝るじゃない、あ、なんか分かってない、その小麦粉と片栗粉を分けて、でそこにベーキングパウダー入れてみたら僕できるんですよ、小麦粉から作り始めるから、小麦粉の素を噛んでもたこ焼きできるみたいな、吉田キッチンする、うん、あ、なるほどな、料理する、はい、この30分ですいません、あ、ごめんなさい、たこ焼き入れる具の一番おすすめベビースター、たこ焼きって言ってるからもうたこちゃうベビースター、ベビースターベビね、まあ、海鮮系はいいですね、あ、海鮮はね、海鮮はありですね、ベビースターあり、ベビースターめっちゃうまいですよ、ちょっとチーズってやってるやつちょっとバンして、お前の個人的なやつ、個人的なやつ、個人的なやつね、別にチーズの世界、チーズは合うでたもん、キムチとかうまいな、まあ、うん、あのね、うん、鉄板で
ナッパとかナッパナッパナッパ、あ、よかった、仲良くできたよ、お前と。チーズは、はい、チーズ死ね、チーズこいつ死ぬほど好きで、間違えた、嫌いよ、死ぬほど嫌い。ベーキングパウダーはね、あのふっくらさせるために入れるんですよね。キムチやばすぎとか入れる。キムチ美味しい、美味しいやんな、ほんまに。仲良くできそう、仲良くできそう、ブッてどうしよう。おい、こっちさえだけやん、ブスは。まあいいや、どうしたブイブイしたい。キムチはうまい。あと何がうまいんかな。あ、ナイトチューブで鍋したりしてるって。へえ、あ、そうなんや。ほら、まあ、合いですね、でも。まあ、ビールにも合うやろうしな、楽しいかな、なんか、僕ら、なんかいい年のおっさんが鍋つついてるの見てさ、闇鍋する。スリッパ、僕スリッパとか入れるっすよ。早いやん、スリッパ。なんか各自一つ持ってきてみたいな、闇鍋で。まあ、そうだな、テレビとか入れたんだよ。はい、いや、もう聞いたやったら、聞いたときに、それはそれは、走りやったら、走りやったら、もう、節約だから、お前、そんだけ、そんだけだから、ガッチャンでもな。これでしょ、罰ゲームでロシアンたこ焼き。ロシアンルール。なるほどね。だから、その罰ゲームに至る何かを、だから企画を考えるから、黒ひげ、はい。黒ひげとか。青ひげ危機一発にもなってないよ、もうアウトやわ、大爆発や、全員アウトやわ、青ひげ大爆発やめる。だからそういうプチゲームでいいよ、別に。ワニワニワニパニックとかですよね。あ、そう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 、崩した入れようっつってんね。あり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 、お前とはすごい長いやっぱなんかみんな食べもんでみたいな。そうなんとかよりは、なんか一個わけわかんない。だから闇鍋ってほんまは暗いところで箸で掴んだものをそのまま食べる、ね、そうな。だからその時に関しては音声のみで楽しんでもらわなきゃわけやな。ほんまにじゃあロシアンルーレットみたいな感じっすね、うんうん、そうやな、ロシアンルーレット。まあ企画はね、いろいろね、うん、来週は一部やな、まあ、一応今月から、4月から一部と二部で、まあここはだから本来ならおらんかってんけど、まあ緊急寄せ集めということで。最後ね、あと1分だけなんでね、ちょっとなんか PR しや、自己 PR、うん、自己 PR ですか。いいですか、ちょっと。いいよ、うん、いいよ。まあまあ終了。終了。今のまますごい好きやけど。まあまあしか今のまま好きやけど、誰か言ってくれんかなと思ってまあね、まあ、企画はね、ずっと随時募集して、うん、はい、いろいろやっていきたいなと、うん、あ、1本やし、自己PRし、うん、ん、自己 PR、 自己 PR? 最後の好きは集まってこいよ。あれ、従業員エビバディ、エビバディ、そうさ、ほら、このシュールな感じで終わっちゃう。あかん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 、みんなもう見なくていいよ。そうだ、もう消せ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 、消せ、消せ、消せ、また来週早消せ、早消せ。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面をやめ、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、まして闇状なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を